こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。魔法使いと黒猫のウィズですね。本日もう少しだけライブしていきたいと思います。なんだこれ。お、なんか協力バトルあるみたいですね。コメントを一つクリアしてる。いや、楽しいな。あ、そうなんだ。カードの上限アップ。カードが結構多くなっちゃってるのか。赤くだかな。強そうだけどな。進化しましょう。すごそう。いや、この青のも進化させないと。あー、足りない。素材が足りない。これも赤ですね。みんなマナ持ってますよね。余ってしゃあない。そうだ、素材庫使おう。フンってなんだ。契約レベルを上げると、クエストに同行させる必要があります。ヒンって品位の変化。結晶効果発動。ああ、大丈夫か。これか。これを押せばいいんだ。まだ続いてる。ライブは。違う違う違う。潜在結晶は回っている。
お、なんか、おっと、これ星使うのか。とりあえず上級やってみますか。ああ、これ分かった。こっちから行けばいいんだ。多分みんな何金やってると思うから、クロート企業が多いよな。星1人気ないですよね、参加状況見てたら。タイルがはつかめないね。ちょっと待った、今クロート希望だったような。青を鍛えたいんでこれでいきましょう。ん？どれぐらい集まってんだ？なんかすごい重いですね、動作が。重いや。通信が重い。勝手に 1P させ合えてるけど、4人で大丈夫だよな。金、ヘルプ。金さえあれば何でもできる。首里城は1000円だよ。これでかけてみよう。これ千円札だよな。ロベゴーブレード。さあ、拾って拾って。うん？うん？うわあ、もう全滅だ。あ、これ負けそう。商業、水産業なんだ。金さえあれば何でもできる。あ、いけるんだ。平等院は10円だからな。これ100、これだ。ようやく初めて正解出たけど、これは厳しいな。いや、難しい、今回は。なんでも世の中、金、さあ、拾って拾って。さあ、拾って拾って。金がもらえるだけか。
がわかった。全然ダメ。ああ、弦なんだこれ。ロベボーブレード。死にました。いいえ。もっと高いレベルからやらないと無駄だな。一番簡単なレベルからなんか落ちたり上がったりしてるな。いや単純にあのクイズ楽しもうよ。あ、間違えた。金さえあれば何でもできる。え？あ、二面だ。二面だよ。イエーイ。リメなんだよな。これこそクジャクじゃないの？自信ないけど、富士山来た。別れた。え？ってことは右上か。シリモンのわけがないから。ゴールドラッシュ。そう、ゴールドラッシュ。イランゴールドラッシュです。あ、普通に答えていいのか。いや、星1でも難しいんだな、難易度1でも。Thank you.
結構星1でも難しいかもしれません。三三とある結果かな。まあ悪くはないけどな。もうプレイやりましょう。星3ぐらい。そうか、これって早いな、突っ込むのね。これ、一人しかないのに、これでも解散してるチームとは。何これ。いった。さあどうでしょう、星3の難易度。これしか残ってないってことか、ね、何？ロベボーブレード。これ難しいな、このクイズ。難易度高い。欲しいのかな。ルーブル？ルーブルってロシアだよな。だけどまだまだだな。ゴールドラッシュ。コマドカですらダメージ食らってます。もう2人しか残ってないや。
ランはフランス。ソフィーがまとめて買い占めちゃうの？ロベボーブレード。美女だな。いるけど、まだまだね。さあ、拾って拾って、金さえあれば何でもできる。それこそ火打ち一丁でいいってことか。ある程度やらないとな。赤、あなたの番の時使いますか。いつも星3でこれだったら星6は結構きつい。ようやく気づいてきたね。富士山だな。富士山じゃない。高いわ。これは別にいらんしな。クリスタルはまあいるけど。トーナメント最後やって終わりますか。あ、違う違う、バランスのいいデッキを使って
まあこれ黄色だけどな。消化していく方行きましょう。これね、前回間違えたんだ。ポルトガル語は正解。わかんないや、これ。これはわからない。パスしてもよかったかもね。この瞬間を持っていました。ここ福島テレビなのか。やばい。バリアーか。バリアフリーって言うからな。クッキー室じゃない、車椅子倒した。よし、一気に順位が落ちて11位まで落ちてしまった。のまま。使わないと気が済まない。全滅できない。11位のまま。おお、ポイントが減少されます。じゃあこっちで開く。はい、というわけでこの究極インゴットソフィー対メカリウムをお届けいたしました。全員正解を5回達成しクリアしないといけないんですね。いやきついわこれは。容易にクリアできるような質問じゃないと思っといた方がいいです。単純にこういう風に白猫クイズで遊んでも楽しめますね。